まあ、自分たちが、まあ、こういう苦しい状況の中で、まあ、平日にもかかわらず、まあ、これだけの方たちが 見に来てくれてまあやっぱりもっとやらないといけないという気持ちは駆り立てられますし、まあ、期待に応えないといけないという思いは、まあ、常に持っていますけど、より感じられるなというふうに。まあ、そのためにその拍手が欲しいからプレーしている選手はいないと思いますけど、まあ、ただやっぱりこうサポーターが喜ぶために、まあ、自分たちがプレーしているっていうことはあると思いますし、まあ、そういったプレーをスタジアムで多くやっぱ見せないといけないしっていうふうには感じています。まあ、内容も含めてどうしようもないっていう感じではないし、なんかもう本当に全部うまくいかなくて、試合の展開もずっといつも良くなくてとかっていうような風には感じていないし、まあ、だから本当にそういう細かい部分だったりとか、まあ、そういったボールに対する執着心だったりとか、そういったところをもっと突き詰めていければ変わるのかなというふうに思ってます。どうっていうか、まあ、もう全ての面で、まあ、自分がやらなきゃいけないっていうのはもう理解してるんで、まあ、それを本当ピッチで出すだけかなと思います。ボール奪って彼が運んでいったときに、まあ、ボール残留というところは、まあ、3つ勝てば残留はもう確実になる、評価されるような状況じゃないから、やっぱりもう結果を残さない。